固体高分子系燃料電池。固体高分子系燃料電池。固体高分子型燃料電池。ポリマーエレクトラリットフュエルセル。フックは、イオン電動性を有する高分子膜。イオン交換膜を電解質として用いる燃料電池でる。これまで様々な故障があり、初期はプロトン交換膜燃料電池とも呼ばれていたが、1992年に当時の通商産業省が、 入産社員計画を入りする際、米国における学術的故障である、ポリマーエレクトラリットフュエルセルの翻訳として、固体高分子型燃料電池という語を用いるようになってから、次第にフックという略称とともに故障が定着するようになってきた。ジスにおける標準用語を燃料電池に対して制定された際、タイプを示す言葉として、形が用いられていることから、 このタイプの燃料電池のことを固体高分子系燃料電池と定められ定着した。固体高分子系燃料電池の基本構造は燃料局、負極、固体高分子膜、電解質、空気局、正極を貼り合わせて一体化した膜、電極接合体と呼ばれる基本部品を反応ガスの供給流路が掘り込まれたバイポーラプレートと呼ばれる 同電板で挟み込んで一つの基本単位を構成し、これを特にタンセルと呼ぶ。タンセルでは運転時に約 0.7V の電圧を発生する。このタンセルを積層して直列接続し高電圧を得られるようにしたものをセルスタックと呼ぶ。燃料極・負極では水素やメタノールなどの燃料が供給され、H2H2E、メタノールを用いた場合は、 超補 CO6H6E の反応によって、プロトン、水素イオン、H と電子に分解する。この後、プロトンは電解質膜内を、電子は導線内を通って空気局へと移動する。一般に、カーボンブラック単体上に、白金触媒、あるいはルテニウム白金合金触媒を探示したものが用いられる。固体構分子膜、電解質は、 燃料局で生成したプロトンを空気局へと移動する、働きを持つ。当初は、スルホ系イオン交換樹脂が、ジェミニ宇宙船に搭載されたが、現在では、プロトン電導性の高さと安定性から、主にナフィオン、ナフィオン、アメリカのデュポン社の商標などのスルホン酸元を持った、フッ素系ポリマーが用いられていることが多い。日本産のフッ素膜も用いられることが多く、 アサヒガラスアサヒ火星等が知られる。この膜中においてプロトンは通をされてスルホン酸球へを移動する。従って膜中の水分が燃料局から空気局へと移動することになる。このままでは燃料局側では水分が徐々に失われてしまうので燃料には水分を含ませる必要がある。この水を使用するという条件からこの系は摂氏0度以下 または、摂氏100度以上での使用が困難であるというのが欠点である。そのため、無過失・中高温条件において使用可能な高分子膜の開発が急である。また、燃料としてメタノールを用いる場合は、メタノールが電解質膜を透過してしまう、クロスオーバー現象が発生する。クロスオーバーの結果、メタノールは空気局でも反応してしまい、 電力を大きく低下させる。特に出力密度を向上させるためメタノール濃度を高くするとクロスオーバーは顕著となる。最近ではこのクロスオーバーを抑制するために多項性ポリイミドやプロトン電動ガラスを利用する方法などが研究されている。空気局、正極では電解質膜から来たプロトンと銅線から来た電子が空気中の酸素と反応して 4HO4E2 歩の反応により水を生成する。が、実際はこの酸素4電子関連反応の効率は、極めて悪く、起電力を下げる原因になっている。一般に、カーボンブラック単体上に、発金触媒を探知したものが用いられる。以上の反応から、理論上は、約 1.2V の電圧が得られるが、電極反応の損失があるため実際に得られる。 電圧は約 0.7V となる。また、燃料効率や寿命、触媒である白金が効果かつ希少であるなど、改善すき課題は極めて多い。なお、自動車用燃料電池では、小型自動車でも1台あたり 32g の白金が必要と言われ、資源的制約が厳しい上、車1台1億円程度のコストがかかると言われている。 燃料は多様な候補が検討されている。しかし、電極触媒として用いられている発金は一酸化炭素で容易に被毒され、すぐに活性を失ってしまうため、燃料中の一酸化炭素が午後十時程度以下であるいう条件がつく。したがって、特に海質による燃料供給は装置が大型化してしまうという問題がある。海質ガスなど燃料に一酸化炭素が含まれる。 場合は、触媒の一酸化炭素による、非毒を回避するために、一酸化炭素選択酸化反応により、選択的に、一酸化炭素を酸化して除去する。その他、燃料の候補として、ジメチルエーテル、チャークが挙げられる。回出器が不要な、直接ジメチルエーテル方式として、燃料の毒性の低い安全性が利点である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。